はい、整体院経営院長の北井拓也です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛み改善のヒントだったりアイデアをお届けしていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思うんですけども、今日はですね、肩こりに重要な、3つのポイントっていうことをお伝えしていきたいと思います。はい、で、肩こりなんですけども、今ですね、現代病って言われていて、腰痛の次にですね、多い痛みの症状って言われています。はい、で、これがなぜなるのかっていうのが、このですね、3つのポイントが非常に重要となっています。はい、なのでこの3つのポイントをまず紹介していきたいと思うんですけども、まずはですね、まず1つ目なんですけども、1つ目のポイントとしては、首の位置ですね。はい、首の位置をまず、自分のですね、確認していただきたいと思うんですけども、横を向いてもらってですね、鏡なんかがあれば自分のもチェックできると思うんですけども、まずこの首の位置がこう前にこう出てる方が非常に多いです。で、私もこう前に出ているんですけども、本来の首の位置っていうのはこの顎がもっと引いてですね、この、目安はこの耳ですね、耳たぶがここの肩の位置に揃うぐらいっていう位置が、首の普通の位置になっています。はい、でですね、仕事なんかでこうパソコン打ったりしてると必ずこうやって前に首が、出やすくなってしまうので、ここがですね、肩こりの一つ目のポイントになります。はい、で、二つ目なんですけども、肩の位置になります。で、肩の位置っていうのはどこかっていうと、ここにですね、上腕骨っていう腕の骨が二の腕の上の方に上腕骨っていう骨があるんですけども、この位置が非常にこう前にこう巻いてきているっていう方が非常に多いです。はい、で、この位置もですね、普通であればここのですね、ここの一番出っ張っているところが、ここもですね、この耳たぶの位置までこう開いてなくちゃいけないんですけども、大体の人はやっぱりですね、手を使うってなると前でこう作業するので、だんだんこうやって巻いてきてしまいます。はい、なのでこの肩の位置をチェックしていただきたいなと思います。で、最後なんですけども、最後は、肩甲骨ですね、肩甲骨の動きになります。で、肩甲骨の動きをチェックしてもらうときは、このですね、手を後ろにこう組んでもらって、この手がどこまでこう上がるかなっていうのをチェックしていただきたいんですけども、大体、60度ぐらいまで上がれば、非常に肩甲骨が柔らかいというか、普通ぐらいの状態なんですけども、大体の人はこう組めなかったりとか、あとはですね、このまま上に上がらないっていう方が非常に多いです。はい、なのでこの3つのポイントを確認しながら、見ていただきたいなと思います。はい、でですね、次回はこの3つの、ポイントを自分でできる簡単な体操をお伝えしていくので、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、でですね、他にもいろいろと、腰痛であったりとか痛みに対することを、動画に上げていますので、ぜひ、ご覧になっていただけたらなと思います。はい、ではですね、本日の動画をご覧いただき本当にありがとうございました。